一つでございます。お肉の腹に醤油をつけて、チーズを乗せます。そして、大葉を乗せて、カリ、生姜を、そして、とにかく巻きます。これを巻きます。はい、これで2人分4つができました。牛乳を入れて、小麦粉を適当に入れて、でこれを挟んだよ。これを準備ができました。油を少し多めに入れてですね、でも上がりましたね。はい、これで蒸して一応出来上がりです。ちょっとチーズが多めにいたんで出ちゃいましたけど、まあ